はい、どうも皆さんこんにちは。前回の動画は卵かけご飯を食べたんですけれども、そのお茶碗を使って、こちらのライカのズミルックス 35mm の 1.4 のこちらのレンズの F 値のテストをしていければと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。こちらにこちらから撮ります。はい、それでは行きましょう。はい、行きますか。よし、では最初 1.4 からじゃあ行きますね。プラス 1.4です。こちら 1.4 です。次行きます。F2 行きましょう。こちらが F2 です。次行きます。 F2.4 です。はい、次行きます。 F2.8。 はい、次行きます。 F3.4。はい、次いきます。 F4。 はい、じゃあ次 F4.8。 続いて F5.6。 次が F6.8。はい、じゃあ次 F8。 はい、じゃあ次が F9.5。 はい、じゃあ次 F11。 13。 はい、じゃあ次最後です。 F16。 はい、こちらが全ての F 値となっておりますね。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと人物とかでも撮影していきたいんですけど、ちょっとコロナの影響で外にあまり外出しないようにしているので、ちょっと今回はお茶碗を使ったテストになってしまったんですけれども、いろんなことをやっていきたいなと思いますので、本日もご視聴ありがとうございました。